容疑自殺を図った数時間前の深夜、親父さんは未成年の少女を強姦している。親父は刑事だぞ。あれどう考えたって殴られた傷だろ。司法解剖の結果なんだ、信用するしかないだろ。こんなやられりゃちった頭冷やす。忘れてのうのうと生きてたら誰かが解決して元通りにしてくれるってのかよ。殺傷能力のある銃を作ってほしい。また死体が上がった。本当に復讐劇を追っ始めたようだな。所詮個人の力じゃ組織には太刀打ちできませんよ。どんな世界も金と権力が物を言うんです。選挙となれば大きな金が動く。失った時間は取り戻せねえんだよ。俺がこの手で裁いてやる。